陽明海運の本社陽明海運の本社ビル陽明海運のコンテナキールン港に停泊する陽明海運のコンテナ船 YMPeople 陽明海運は台湾の大手コンテナ船運送会社海運会社本社は中華民国キールン市にある陽明海運は1972年12月28日に設立されたがその前身は1873年に清シが 上海で成立させた海運会社和船招き商局に遡る。陽明の社名は、陽明の虹に、日、太陽、光明の意味を含めていること、治業法一、即地即行の思想を提唱し陽明学を受立した王陽明を記念することによる。新の同治11年、直例総督、李工章は、中国沿岸部や内陸河川での蒸気船による、 水運が外国人の手に握られていることに危機感を持ち、石膏海運局の総弁であった首相の登るに命じ、上海に、カンタダシ商弁の蒸気船海運会社、ワフネ招き商工局を設立させた。1873年1月14日、中国人が自ら出資し自ら経営する近代、中国最初の海運会社であるワフネ招き商局が、正式に成立し、 食料などの宴会輸送や河川輸送を行い、英米などの海運企業と競争を繰り広げた。1909年、招き商局は、有電部の管轄となった。清が倒れ、中華民国が成立した後、国民政府は1927年11月に、招き商局を中華民国交通部の直属とすることを交付した。1929年、 中国国民党中央委員会は、招き商局を国民政府の直属とするよう改めた。1933年、中央政治会議は、招き商局を国営企業とすることを決議し、招き商局は、国営招き商局と改名して、交通部の管轄となった。1938年8月、国営招き商局は改組して株式会社となり、 マネキ商局臨戦古墳有限講師となった。マネキ商局は中国最大の水運会社として商品や軍事物資の輸送に大きく貢献した。1949年、中華民国政府は国境内戦の末台湾に逃れ、ワフネマネキ商局も台湾に移った。しかし、中国大陸にもワフネマネキ商局は残り、中華人民共和国の成立後はその、 国営企業として存続し、台湾と大陸に2つの和船招き商局が存在することになった。大陸の招き商局の事業と資産は中国人民林戦争行使のものとなり、香港の分局が招き商局の名で活動を続けて、香港経由の大陸の対外物流を掌握した。現在は香港に本拠を置く中国政府系企業の招き商局集団となり、 マネキ商輪船やマネキ商局国際など海運業や物流業を保有するほか、改革開放後は、新鮮市の蛇口工業区及び、昇州市の昇州開発区という大型工業団地の開発を行い、中国の大手金融機関であるマネキ商銀行や中国平安保険も設立している。台湾においても、マネキ商局は、交通部に属する国営企業として運営され、その社長人 1971年のアルバニア決議をきっかけに中華民国が国際連合を脱退し、1972年のニクソン法中理工省による設立から100年目の1972年12月28日、台湾のワフネ招き商局は国際航路を担当する公営企業である陽明海運を設立した。 最初の本社は台北市海嶺外53号4号に置かれた。陽明海運は1978年からコンテナ船の運航を開始し、国際的なコンテナ船企業として拡大する一方で、国営企業の和船ネ招き商局は、海運業務を次第に陽明海運に譲って、管理業務のみを行う会社となった。招き商局は1995年まで存続したが、 中華民国立法院の決議により、同年3月に、陽明海運に吸収された。陽明海運は1996年に民営化された。2008年、バラ積み貨物船事業を光明海運に譲渡。コンテナ船事業のほかに、グループには、内陸輸送、港湾業務、国際物流などの物流企業を多数保有し、台湾、ベルギー、オランダ、 アメリカ合衆国にコンテナターミナルを保有する。また、キールン駅前の旧日本郵船ビルを改装して、陽明海洋文化芸術館を設け、海洋文化や芸術活動の展示、教育などを行う財団法人陽明海運文化基金会を運営している。ありがとうございます。